こんにちはフフィフィです中国はもともと信用できないんですが今後露骨に実体経済に見合わない情報を中国政府が出してくるでしょうもうこれれが始ままっていいるので注意しなければいけばせん中国の金融当局が中国の銀行が抱える不良債権の比率が今年に入って0.09%減ったと発表しました。 あと中国の不動産価格が上がっているなんて報道もありました。えでも中国は不動産バブルが崩壊していますからねえ。中国政府はこうして経済が回復しているなんて発表していますが、これ実体経済を反映していない数字なんです。え現状を見る限りこうした数字には無理があります。まあそもそも中国が真実を 発信するわけではないので、中国政府の発表するデータは信用できないんです。中国政府は中国にとって悪いニュースは隠蔽しますし、情報統制によって報道させません。そして正直に発言する、または真実を発信する人間に対して言論弾圧もしています。中国では最近、 反スパイ法が改正されて、ネット上での取り締まりを強化していくと発表しました。中国政府の言うスパイとは、本当にスパイ活動をしている人だけではなくて、その多くは中国にとって不都合な動きをする、都合の悪い発言をする人のことです。 中国政府は本当に今中国経済が悪いのでこうした真実を発信しようとする人物をスパイとして取り締まっていこうと積極的に動いているんです。これまでの中国でも中国にとって不都合な人間は拘束されて刑務所にぶち込まれたりしたんですが最近その動きが激しいんです。しかもこれまでは 反体制派や人権活動家などが多かったんですが、最近は経済関連に影響の大きい人まで弾圧を受けるようになりました。ちょっと前にアリババの創設者のジャックマーシが突然姿を消したことがあったんですが、あれも姿を消す前に、ジャックマーシが中国の金融当局に対して批判的な発言をしていたんですね。 中国政府に生意気な態度をしたとして弾圧されたんでしょう。実はついこの前も中国経済に大きな影響力を持つ人物が行方不明になりました。香港市場に上場する投資銀行であるチャイナルネサンスホールディングスの創設者で大物投資家の行方が突然わからなくなったんです。 一週間後、この人物は中国当局に捕まっているということが報道されました。えこの方、モルガン・スタンレーや、 クレディスイスといった西側の金融にも勤務経験がある人で中国経済を冷静に分析できる人なんですよね。だから彼の発言は常に中国の経済界、そして世界から注目されていました。ただこうした人物は中国政府からしたら要注意人物なんですね。で、彼が中国政府に目をつけられたきっかけと思われる発言が過去にあったんです。 去年の6月なんですが、彼は中国の新興企業は2022年以降も投資を呼び込むのに苦労するだろうと、こうした発言をしているんです。まあ中国に不利なことを素直に言ってしまえば、そりゃ中国政府から目をつけられますよね。だから拘束されてしまったんでしょう。 実際に彼が拘束された直後、中国の金融当局は、西側の金融に精通する人の理論を封じ込めるという文書を発表していました。まあ、世界の経済界からしたら、中国政府の出すデータは当てにならないので、こうした中国の経済界の大物の言葉が経済指標になっていたんです。だから、口封じされてしまったわけですね。 中国政府は今後もこうして情報統制したり、恐怖政治でもって取り締まって不都合な真実を隠蔽していくんでしょう。まあ、つまり中国政府は今後も中国経済についてもごまかしごまかしやっていくんです。だから中国政府の発表は信用できる材料ではありません。例えば中国は400兆円とも言われるとんでもない不良債権を抱えているのに隠しているんですね。 中国では今も不良債権が増え続けています。 え、これ2年くらいずっと続けていたゼロコロナ政策のせいで企業の業績が悪化したこともありますが一番の理由は不動産バブルの崩壊なんです中国ではすでに不動産バブルが弾けています中国政府は不動産バブルが弾けるかもしれないと感じた2020年の終わり頃バブルが弾けた時の衝撃を抑えるために住宅ローンに対して規制をかけたりあと不動産 企業向けのの融資の規制をしてきたんですねそのため、住宅販売が大きく減少して、不動産関連会社の資金繰りが一気に悪くなりました。一部の不動産開発会社は、マンション建設の工事をやめてしまったほどなんです。ただ、こうなると一向に不動産を購入した人に物件が引き渡せません。ローンだけを払い続けている人たちは怒りますよね。 で、住宅ローンの支払い拒否をする人たちも多いんです。まあ、こうなると銀行が困りますよねえ。中国ではすでに銀行で混乱が起きています。え特に、 体力のない中国の地方銀行は破綻するところにまで来ています。え、これも何も不動産開発会社や銀行だけの責任ではありません。中国政府は自分たちにも儲けが入るように不動産開発会社と一緒になって、無駄に不動産開発プロジェクトを進めてきたのに、いざこうして不動産バブルが弾けたら、その責任をすべて会社や銀行 銀行に押し付けけているわけですまあそれはこんなことをすれば銀行がが混乱していつか中国で金融危機が起こりますあと中国経済は回復するなんていくら嘘の情報を流しても一つ一つを注意深く見ると中国経済の悪化がいろんな形で表面化していると分かるんです昨年末中国でアリババの独身の日セールが開催されましたこれ毎年恒例なんですね で、いつもこのセールの総売上げを、セールの最終日に大々的に報道するんですが、それが前回は非公開だったんです。そのことで何が起きたのかと、日本のネットニュースでも話題になりました。するとやはり、売り上げが落ちていたので、あえて総売上げの額を公開しなかったことが分かったんです。 売上がかなり落ち込んでいるということは中国の消費が急速に落ちていることの証明になってしまうんです。まあそんな事実をアリババが公表することはもうただでさえ中国政府に目をつけられている会社なので許されません。だから昨年末のこのセールではあえて売上を公開しなかったんです。 で、消費が落ちれば、当然企業の業績に影響します。そうなると仕事も減るので、リストラなども増えて、失業者も増加するんですね。中国では実際に今、失業率が高くなっています。ここからも明らかに中国経済が悪化していることがわかります。中国経済はこうして個別に一つ一つ見ていけば、実際どんな状況か把握できるんです。 失業率ですが、中国当局が4月27日、雇用の情勢が依然として厳しく、特に大卒者の就職が難しくなっていると発表しました。これも若者の不満が大きくなってくるとやばいことになります。昨年末に中国各地で大規模な政府に対する抗議デモが起こりましたが、また、 あのような暴動が起きるかもしれません。あの時も別にゼロコロナ政策に対する不満というだけではなかったんですよね。むしろ経済悪化で生活が苦しいんだと若者たちは政府に訴えていたわけです。若者たちの不満が高まるのを恐れて中国政府は大卒者や失業中の若者を採用する企業に対して補助金などを出すと発表しました。 ただ中国経済の先行きが悪い中で企業がどう雇用を増やせというのでしょうか中国の16歳から24歳の若者の失業率ですが約20%で過去最悪だと発表されましたただこれさっきから言っているように中国政府が発表した数字ですから実際はもっと深刻だと思われますもう先の見えない不安な経済状況の中で 中国の若者たちは神頼みをするしかないんだということなのでしょうか。中国国内の各地のお寺には週末になると長い列ができているそうです。そして若者たちが就職祈願をする姿が多く見られるようになったと言います。まあ、こうしてお話ししてきてわかるように、今中国経済はとてもじゃないですが回復に向かっているなんてことはありません。 むしろ不況という長いトンネルの中でさまよっていますさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィフィーチャンネルの登録もお願いします